チャド湖の位置チャドコは、チャド、ニジェール、ナイジェリア、カメルーンの4カ国にまたがるアフリカ大陸中央部の湖である。チャドは、現地語で、大きな水域という意味がある。2010年時点の面積は、約1700平方キロメートル。1980年代後半から1990年代後半に、かけて、考え、気候変動により、 面積が10%以下まで激減し問題となったが、その後1998年から水量は回復傾向に向かい、2003年以降はさらに回復が加速した。チャドの西部に位置し、ニジェール東北部との国境をなす。湖の中央部に4カ国の国境線が交差する。面積は大きいが、水深は浅い。最も深いところでも7メートルしかない。 したがって、雨季と寒季での面積、水深の変化は大きく、特に面積は2倍もの差がある。茶床への流入の大半は、シャリ川からのもので、他の流入河川には、予備川がある。周辺の国々に居住する2000万人以上の人々に水を供給している。また漁業も盛んであり、特に、ニジェール国内では突出した、漁獲港を誇る。 干ばつによって漁業は一時代打撃を受けたが、1998年以降、水位が回復するにつれて、漁業も復興に向かい、特に2003年以降は漁獲口が急増して、ニジェール領内だけで年間4万5千トン前後の水揚げが上がるようになった。ニジェール前後の漁獲口は5万トン前後であるため、同国の漁獲口の90%前後が、 茶床ドコの漁業による計算となる。湖周辺は雨季には、植生が広がり多様な動植物の生息する、アフリカでも重要な湿地帯である。この湿地を利用した農業も行われている。サハラ砂漠周辺地域が湿潤であった1万年前には、面積は100万平方キロメートルであったと推定されているが、ここ1000年には少なくとも6回は干上がっており、 拡大と縮小を繰り返している。歴史的に見ても面積の変化が大きい。2001年8月、チャドの一部がラムサール条約登録地となった。縮むチャドコ、衛星写真で見る1973年から2001年までの変遷ヨーロッパ人による最初の調査は1823年になされた。以来、世界的に見ても非常に 大きい湖の一つだったが、ここ40年で著しく面積が縮小している。1960年代には2万6000平方キロメートル以上の面積があったが、1990年代までに45%の面積を失った。1908年と1984年の二度に、渡り完全に干上がったことがあり、現在の平均水深は1.5メートルである。 このままでは21世紀中には消滅するとも予想されている。チャドコ及びシャリ川、ロゴーヌ川を利用した周辺諸国での大規模な考えが挙げられる。特にナイジェリアは移住を奨励して周辺人口も増大したが水の利用効率は極めて低かった。こうした影響で シャリ川からの流入量は1960年代以前の平均年間400億トンから150億トンに減少している。加えて砂漠化の最前線に立地しており近年の気候変動の影響も無視できない。ただしこの点に関しては2001年に The Journal of Geophysical Research で発表された研究では否定されている。また植生地域ができたことで 過報牧が行われ湖周辺の砂漠化も懸念されている。このように消滅の危機に瀕しており、チャド流域委員会などによる監視が続けられている。しかし、関連諸国の経済事情、正常が不安定などにより有効な対策は取られていない。また、残された水がどの国に帰属するかも問題の一つになっている。2018年12月、 ニジェール軍は、チャド湖周辺に展開するナイジェリアの、反政府武装組織ボコハラムの拠点を襲撃。チャド湖内の複数の島や湖に流入する、コマドゥグヨベ川一帯で、空爆及び地上戦を展開している。ありがとうございます。